岩崎草ゼミは、カメイムシ目セミ科の昆虫である。日本に分布するセミの中では、最小の種。全長16から25ミリメートル。体長12から17ミリメートル。体色は、黒色で、弱い光沢がある。日本産セミの中では最も生態が研究されている。サトウキビ、ススキ、チガヤといったイネ科植物に住む。産卵する植物は、 この3種を含めた8か27種になる。主に3月から7月にかけて見られるが、台風や大雨後の一時的な出現などを含めると、ほぼ1年を通して見られる。卵から成虫までの期間は大部分が2年であるが、1年や3年の場合もある。サトウキビの害虫とされている。しかし、第二次世界大戦前は、主に、 ス,スキバラに生息し、サトウキビを食害することは稀であった。害虫としての活動が目立ち始めたのは1960年代に、なってからである。ス,スキバラよりサトウキビ畑に移行した原因としては、サトウキビの栽培管理作業の変化が大きいと考えられている。日本、台湾 ABCDEFGHIJ、日本産昆虫学名は苗字書。 昆虫学データベース昆虫、九州大学大学院農学研究院、昆虫学教室。2018年11月13日閲覧。ABCDEFGHI、日本産セミカズカ成分堂振興者181から185、P。ISBN978 から44億1681万 1146ABCDEF 統制に。 岩崎草ゼミイモガンニアミヌタ松村に関する生態学的研究、特にその発生象徴と沖縄における、砂糖キビ栽培品種の変遷との関係、琉球大学農学部学術報告第23号、琉球大学農学部、1976年12月、P125 から140、一瞬03704246、0度1100億22万527。 当西に、沖縄における、サトウキビ重要害虫の生態学的研究、特にサトウキビ品種の変遷と害虫の、発生象徴について、琉球大学農学部学術報告第24号、琉球大学農学部、1977年12月、P1 から158、一瞬03704246、0度1100億22万555。根頃 岩崎草ゼミ、富山都自然第3巻第4号、富山市科学文化センター、1981年1月、10ページ、年度1200億663万2504。ありがとうございます。